はい、こちらのブースはですね、弊社でですね、クオア IQ の P1022 の、プロセッサーに対する電源のソリューションということで、インターシルさんの、製品 の、 あのソリューションをご紹介させていただいております。で、こちらが P1022 の、まあ、基板になるんですけれども、構成としてはですね、まあ、基本的にまあ、DDR3 の部、箇所については、インターシルさんの ISL の 88550A というあの専用の DDR3 専用 の、 あの電源ソリューションを使っています。であと入力と出力の電圧差が少ない部分はですね、設計が容易ということで LDO のソリューション、大電流2アンペアとか3アンペアの、大電流を流せる、ソリューションで構成しています。で、あと簡単に電流の少ない部分についてですね、スイッチングレギュレーターということで FET 内蔵の、ISL8012 の2アンペアを出力できる、電源などで構成しております。で、特にですね、今回ご紹介させていただいているのが、まあ、クオアのですね、電源としてデジタル電源という新しいテクノロジーを使った、製品が出てきておりますので、そちらのご紹介をしております。で、この、デジタル電源のですね、メリットというのが簡易設計ができるということと非常に多機能な電源が構成できるという2つの、メリットがございます。で、まず簡単に設計できるということに関しては、通常アナログ IC で、設計する場合には保証回路のチューニングとかが非常に難しい箇所になるんですけれども、例えばデジタル電源の場合はコンプ ZL というツールがございまして、でこちらのツールを使うことでですね、簡単にチューニングのパラメータを抽出することができます。で、すみません。で、基本的な回路構成とあと必要な設計値を入れることで保証値に必要な3つのパラメータの抽出が簡単にできるようになります。で、こちらをデジタル電源のですね、ツール上に入力することで、保証が完了するという設計手法になりますので、実際に、電源のですね、電源の保証の、状態をアナログ的に見る必要がなく設計ができるようになります。で、あとデジタル電源の、機能としましてモニター機能がございまして、そうですね、こういった電源電圧ですとか電流値とか温度とかをリアルタイムでモニターすることができます。まあ、いろいろ多機能ということでいろいろな機能がありますが、まあ、こういったものを使っておりますので、ぜひ、ご興味のある方は、ご連絡をいただければと思います。